スズキ GSR、GSR、GSR GS は、スズキが製造販売しているオートバイの車種名である。シリーズ車種として、数車種が発売されている。GSR400 は、2006年5月より、発売開始。搭載される、水冷直列4気筒エンジンは、同社のスーパースポーツ、GSXR600 のものをベースに、開発されたもの。 400cc ネイキッドでは、クラス初の採用となる、フューエルインジェクションは、3 2ビットの ECM、エンジンコントロールモジュールにより制御される。最高出力は 400cc クラスの自主、規制上限となっていた 53PS だが、全域にわたる、扱いやすさと、力強さを実現している。メインフレームは、アルミ製のツインスパータイプ。 成立式のフロントフォークモノショック式のリアスイングアームにはリッタークラスと同じワイドラジアルタイヤを装備。またサイレンサーはシート下に装備されるなど走りを強く意識したデザイン、設計となっている。そのためシート下収納がほとんどない、高速を重視した結果として低速のトルクがクラスと比べて弱いなどの面がある。 2007年9月26日より ABS を搭載した GSR400ABS も発売されており、2012年現在は ABS 仕様のみ発売されている。比較的近年に発売された車両ではあったが、当初のモデルは2008年、平成19年の自動車排出ガス規制強化には対応していなかったため、同年11月に、 生産の終了が公表されていたが、2009年3月9日に排出ガス基準の強化に対応した新モデルが発売された。2009年モデルの最高出力は 45kW、12000rpm であり、かつての馬力規制、排気量 400cc で 59PS を超える数となっている。なお継続生産者への平成28年自動車。 排出ガス規制適用のため、2017年9月にメーカーより生産終了が発表された。日本国外モデルである GSR600 は2005年のパリサロンで発表。同年10月の第39回東京モーターショーにも出品され、翌年の春より輸出が開始された。車体周りは兄弟車種の400とほぼ共通だが、 GSX-R600 ベースのエンジンは 97PS の最高出力を発揮している。2011年、鈴木の中国、現地法人である、上州豪釈鈴木またくしゃ有限講師が、GW250 というオートバイを発売したが、これが好評を得たことから、グローバルモデル、世界戦略モデルとして境規模で発売されることになった。2012年に、欧州で、 稲妻250として発表され、日本でも同年7月18日に GSR250 として発表され7月30日より発売された。車体デザインは B キングをイメージしたネイキッドタイプでエンジンは 248cc の並列水冷に、気筒に低中回転域中心のセッティングを施し、搭載している。 なお2014年9月発売の L5、2015年モデルより販売価格が2万円弱引き下げられる。GSR250S は2014年1月10日に発売された。通常モデルからフロントカウルを風防付きのものに交換し、ハンドルの位置を高く変更したツーリング仕様のモデルとなっている。 GSR250 回は2014年9月18日に発売された。250シリーズのフルカウル仕様であるが、風防やハンドルの高さは S より低めのセッティングとなっている。なお S 回の日本向け車両は2017年にメーカーより生産終了が先に公表され、通常仕様の日本向け車両も継続生産者への平成28年自動車。 排出がス規制適用により、2017年9月に生産終了が発表された。GSR750 は日本国外向け車両として2010年10月に開催されたインター元で発表された。GSR600 をフルモデルチェンジした車両で、エンジンは2005年式、GSX-R750 から流用してカむ、プロアイルと吸排気系を見直し、徹底した。 フリクションロスの低減と燃焼効率の向上などにより扱いやすさとともに低中速トルクをアップ。フロントサスペンションは倒立型が装備された。フレームは D 型断面のスチール製ツインスパータイプ。車体デザインは直線を基調として全体的に先鋭化されたものとなっている。後に ABS 仕様も追加された。2013年3月21日に 日本国内仕様として GSR750ABS が発売された。エンジンの出力特性は日本国外使用車と同一となり、国内7半クラス初の 100PS 超と時速 60km 定期走行での燃費 30.0kmL を達成したとしている。車体は平成13年騒音規制適合のため左側のエンジンカバーと ホールなしのリアスプロケットが装備されたが、それ以外は日本国外仕様とほぼ同一となっている。なお北米向け仕様は GSX-S シリーズとして GSX-S750 の社名が付けられていたが、モデルチェンジにおけた GSX-S750 の日本発売により GSR750 は2017年に日本国内仕様の生産終了メーカーより 公表されている。大林工業、台湾続きで生産している現地向けのスクーターに GSR125 があるが、当然のことながら蒸気シリーズとは、名前以外に共通性はない。キャッチコピーは R の魂で、エンジンはアドレス V125 と同等のものである。なお当初はキャブレター仕様であったのが特徴であったが、後にフューエルインジェクション仕様とな、いる。 また2009年には上位車種となる NEX125 が発表されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。